桜舞う四月の教室で波打つ胸を弾ませながら出上がった我がの仲間たちあどけないって交わしたねあの日かけ我がた疲れがあって喧嘩もしたね放課後行った常連の店いつもの駄菓子屋忘れてないよ指切りをして交わした約束みんなきらめく日だの粒いつの間にか時は流れもう今日は卒業の日人はいつか旅立つものだけどいつの日にかまたどこかで会える気がするからね輝く日々を忘れないでもう開け教室のドア向かい合えない机もいつも週末にぎわいよく遊んだね時に夢中な恋もして絶えぬおしゃべり